北京オリンピック銀メダリスト内村航平。初挑戦で世界の2番になったあの夏から1年、20歳になった日本のエースは目の前の戦いを連戦連勝。あの時もう一歩届かなかった世界一へ一直線。圧倒的な強さとは裏腹のマイペースぶりも筋金入り。さあいよいよ世界選手権、テンション上げてトーク再開。世界、はい、お兄ちゃんってどんな感じなんですか？ああ、周りの人にもよく言われるんですけど、ちょっと変わってると思います。変わってる人ですか？はい。登場したのは内村選手の2歳下の妹春日さん。今年から兄の後を追って同じ大学に入学。学生選手権で早くも3位に入った実力者だけに、兄の秘密についてもいいネタ持ってます。一部練習終わった時に一回多分寮に帰ったりすると思うんですけど、その時にすれ違って、でセミの抜け殻を見せられたんですよ。なんか5匹以上持ってたんですけど、それをなんか合宿所のベッドのカーテンに今飾ってるらしいです。同じところで練習してるんですけど、やっぱ男女分かれてるっていうのもあって、喋る機会もないし、もともとそんなに喋らないですね。まあ仲が悪いっていうわけじゃないんですけど、全然連絡取り合ったりとか電話とかメールも全然しないですね。へえ。ルール改正により今年より男子体操の世界に G 難度が登場した。最高難度として認められたのは床と鉄棒、合わせて5つの技。2002年にイタリアのイゴール・カッシーナが発表したカッシーナは、 F 難度の離れ技コールマンをさらに体を伸ばしたままで実施するという大技。日本代表の中瀬拓也もカッシーナを組み込み、種目別鉄棒の金メダル獲得を目指す。かつて大技の代名詞だったウルトラシーももう遠い過去の話。体操の技は日々進歩を続けている。中瀬選手がカッシーナ鉄棒の技、はい、あれ有名ですけど、はい、内村選手も G 難度やれって言われればできますか？できます。試合では出さないにしてもできる？はい、できます。試合で出す日はまだ来ない？いつか。いつか出そうかな。いつか、はい。おお、心強い、楽しみにしてます。そして2問目いきます。こちら、この瞬間、打ち上げてスイッチ入れて精密機械が動き出す。世界選手権個人総合代表田中和人、つま先までまっすぐ伸びた倒立、精度の高い技を正確に積み重ねていく。この誰よりも丁寧な演技で内村に次ぐ日本ナンバー2の座についた。そして終わったら切るみたいな、いつでも変わらぬ精神力。マイペースだとは思いますね。そんな田中の持ち味が発揮されたのが7月のジャパンカップ。初の大舞台でもいつも通りの自分の演技を披露し、個人総合で3位に入った。世界も認めた田中の体操、その原点はこの体育館。高校教師の父庄司さんのもと、幼い頃から体操一家田中三兄弟の長男として厳しい練習に明け暮れた。ここもだって多分家にいるより長いですからね。帰ったら飯食って風呂入って寝るだけですから。2歳下の妹理恵さん、彼女も世界選手権の代表候補だった。しかしあと一歩のところで夢の舞台には届かなかった。妹の分まで、家族への思いと積み重ねてきた努力が精密機械の心を支えている。日本を立つ前日、いつも通り試合を楽しんできてな、お兄ちゃんなら大丈夫、行ってらっしゃい。大丈夫、分かってる。自分の体操ができれば、自分の演技ができれば、自分の持ってる力を精一杯出せれば、結果はおのずとついてくる。さあつま先まで思いを込めて世界の舞台へ。世界選手権で一緒に戦う田中選手、はい、
田中選手のこと内村君はどのように見てます？どういう選手だと思います？まあ、やっぱり本当に僕の中では、うん、日本で一番美しい演技をする人だと思ってます。へー、内村君から見てもそう思うんだ、はい、人間ができないだろう技を普通にやっちゃう。沖口選手の床はこんな感じ。普通の人なら単に宙返りするところを沖口選手はなんと横を向く。さらにそれだけでは飽き足らず返す刀で前中転。これでもかこれでもかと畳みかける、これぞ沖口スペシャル。誰にも真似できないオリジナルのコンビネーションだ。技には開発者や使い手の名前が記されている。モリッセ・シンジがロサンゼルスオリンピックで初めて成功させた技、モリッセ。だから屈伸のモリッセ、E 難度ですね。20年以上経った現在も世界中の選手が演技に組み込んでくる。から彼の新しい技、これです。つり輪で山脇教授が成功させたこの技も歴史に名を刻んだ。山脇から、今も多くの選手が山脇を起点に展開していく。笠松茂が成功させた笠松は跳馬に革命をもたらした。ドリックス、笠松に1回半ひねりを加えたドリックス。さらに進化を遂げた大技ロペス、その原型は笠松。世界を驚かせたあの技も、あ、これは体操競技にはないです、ね、動きだと。どうか、やりました、決まりました。インパクトの強さから塚原光雄が成功させたこの技は月面宙返り、ムーンサルトとも呼ばれ、その派生技は現在フィニッシュの主流に。北京個人総合の総決算、新進の新月面、内村決めました。そう、技の名前はそのまま体操日本栄光の歴史なのだ。です、ここからだんだんちょっと難しくなるかもしれない。さあ、ここで内村選手に本当に失礼なんですけど、はい、ね、本当このスタッフみんな失礼なんだけど。